ミックスダブルアイズをお聞きの皆さん、こんにちは。素敵なシーンウォッチャーの佐伯進です。今回のラジオで見る静岡、今までにない素晴らしいゲストをお迎えしております。ゆうこ中田です。さあ、ですね、はい、今回初めてなんですけれども、はい、以前からもうねゲストに来てください、来てくださいと、はい、まあ、一緒にロケ行きましょうということで、うん、念願かなって今日来ていただきました、はい。さて今日どこに行くのかと言いますとですね、はい、今この後ろに鉄道が走ってるんですけど、はい、実は前回取材させてもらったところ、うん、遠江一宮というそこでお蕎麦を食べさせてもらったんですけれども、はい、そこからですねやはり本社に行かなければいけないということで、はいはいはい、天竜浜名湖鉄道のですね二俣駅に今日は伺おうと思っておりますが、はい、私すっごい楽しみです。ですからどんな社長さんなのか、うんうん、またですね、はい、どんな鉄印をくれるのか、どうやってですね、はい、鉄印をもらうのか、はい、まあ、こういったところをレポートしてみたいと思います。はい、それでは早速行きましょう。役なんですよね、社長は。私っていうよりもそのやっぱ本当の考えたのは今言った、はい、九州の熊本の、はい、熊川鉄道、それこそこの間すごい被災されて大変な思いされたところの社長さんが考えついて、で私はそれやろうやれよっていう、はい、まあ、こう背中をどっちかにとかって押した方なんですけどね、実はご主人と違うのは場所が決まってるんですよ。はい、押すところ、押すところが、だから先ほどこう最初に買っても私がこうやってもらっていきなりここにポンって打ち始めるんですよ。そうするとなんでそこに書くんですかっていう人がいるんですよ。要は御朱印で慣れてる方は大体そうなんですよ。多分こんな感じでここからなんですよね、スタートはね、スタートは。それはいきなり逆を開いて変なとこ書き始めるからなんでっていう方はいるんですよ。で実はこれこうやってやってるとあるあるない、ここも行かなきゃここも行かなきゃって思わせちゃう。鉄印だけじゃなくて今年80周年でいろんなことを社員考えてくれたんですよ。ここで今ね本当に喋ったことしてもらう伊藤君がいるんですけどね、金の切符これなんですね、3年有効で3年間乗り放題、全線乗り放題で80万円、80周年、まあ記念の80周年ということで、半年有効、1年有効、まあ、2年有効ということでもうございますので、ご購入されて実際これを見せて乗ってくるお客様いらっしゃいますんで、いました、いました。あー、私にどうだぐらいだから、なかなか見ることもないので、駅員さんが呼ぶんですよ。課長、課長、どうした、金の切符のお客さん来たんです。今売れてるものってこの御朱印帳が一番売れてますか。そうですね、一番売れてるのは御朱印帳かなっていうのと、あと、はい、丸い石を今缶詰に入れて、線路の石を入れてるんですけども、まあ、昭和30年頃まではその玉砂利、丸石が線路にこう敷かれていたんですね。
で今の線路の編集はもう砕いたバラスト採石なんですけども、ですので二俣線、前身である二俣、国鉄二俣線から天浜線の現在までを支えていただいている石ということで、もう一度このコロナ禍の中で、まあ、押し込んだ足踏みをその線路の石がさもう一度支えてもらおうということで缶詰にして、今一番いいのはやっぱりあれですよね、あの自立できる会社になれば一番いいっていうか、三石っていうカテゴリーの中でやはりどうしてもまだ三石っていうのはやっぱり沿線の市や町、まあ、もっと言うと県にちょっと支えられてる部分があるんですよね。それよりももっとこの地域全体が元気になって、地域全体がやはりどうしても人口が少し減少している中では、地域全体の観光地域づくりっていうのができてって、地域全体が元気になって天浜線も自立できるような、この地域ももっとすごく人が増えればそうなるのが一番多分一番いいことかな。そのためにやはり天浜線をうまく利用してもらって、ここにいっぱいいろんな人たちが遊びに来れるような、そういうふうな仕組みづくり、地域づくり合わせて天浜線を地域の方にうまく利用してもらえればなっていうふうに思って、ずっとそんなことずっと言ってます。いろんな首長さんにも言ってるし、地域の方の会合にも出て言ってますし、そういった思いが